キリランコさん、スパチャありがとうございます。富永エグいって、今日全米14位相手にキャリアハイですごい活躍でした。解説してほしいです。出た。そっか、今日富永デーだったのか。イリノイ大学相手に32点、キャリアハイなんだね。慶成富永いますね、ここに。おお、急に出て、赤色ね、富永は。すんごいマニアック。富永がタグしてるハイライトなの、これ。富永のタグを誰が見たいん？これはね、まあ、富永の解説っていうか、まあ、ロールマンがフリーになったら、このコーナーのディフェンス、これをラストって呼んだりするんだけど、ラストガイが、ラストの選手がタグ付けするんだけど、まあ俺の配信ではよく言ってるけど、このタグの高さが大事なのね。低い位置でタグするか、高い位置でタグするか。で、多分ネブラスカはどっちかっていうと高い位置でタグしましょうっていうルールなのかな。だから富永も、こう、制限区域の中じゃなくて外で止めてるよね。まあおそらくこれは富永のサイズが足りない部分を、補うために高めにタグしようっていう部分なんだろうけど、これのカウンターとして高いハイタグされた時は、あのコーナーの人はカッティングで合わせましょうっていう、タグダイブしましょうっていうのがあって、だイリノイ州大学もそれをちゃんと分かってますね。互い高めのタグにはタグダイブで、これに対してじゃあカウンターというかどういうディフェンスをしなきゃいけないかっていうと、このウィングのディフェンダーが X アウトしてちゃんとカバーダウンしなきゃいけなくて、このカバーダウンとセットで高めのタグをしないと、まあ、これが止められないんだよね。だから、まあね、30番富永が高めに出すぎたのが問題なのか、それとも X アウトする人が忘れてたのか、まあ、どっちかが問題かなっていう。まさかの富永のタグのハイライト出てくると思わなかった。ステップバック、おいや、ちょっとさらっとやるのやめて。あー、でも相手ハードショーをしてるんだね。富永にシュート打たせたくない、ドライブさせたくないっていうので、ロールマンをフリーにしててでもハードショーして、まあスイッチなのかな、ハードショーなのかな、わからんけど。でも大事、ハードショーで一番やられると嫌なのは、フリーにさせるロールマンにパスされるとか、そういうことじゃなくて、相手のドライブを止めるためにハードショーしてるのに、ドライブが止められないっていう、要はこういう状況になるのが一番良くないというか、やられて嫌なんだけど、富永この状況を生み出せてるから、しかも右利きで、あ、右手でそれできてるわけでしょ。このステップバックはすごい良かったんじゃないですか。ネブラスカのリバウンドの意識すごいね。打った瞬間に見て、53番ももうボール見てないし、富永もそうだし、すごいな。特に富永すごいぞ。このペイントエリアの外まで出て、バンプしに行こうとしてるの、意識高すぎるな。こんな意識高かったっけ、リバウンド。よくこうボールが放たれました、でそのボールから目離してボックスアウトしようとする選手はまあ結構いるんだけど、結局選手が自分の近くにいなかったら、じゃあまあペイントでステイしてればいいかって思う選手も結構多いんだけど、これでもね、ここまで外出てるのすごいね。クロスオーバーからのフローター、これで5点目かな。まあでもちょっと切れは微妙かな。やっぱあの身体能力はそこまで高くないなっていう感じのクロスオーバーではあるよね。まあ、NBA だとこのクロスオーバーは多分通用してないような気がする。まあ、20番にどれだけのディフェンス力があるのか分かんないけど、
あ、ほらこれもそうやん。これも富永のボックスアウトの意識やばくない？打った瞬間にボールから目離して、でも自分のマークマンをしっかりバンプしに行こうとして、ペイントの外に出てもいいからバンプしに行こうとしてる。意識高いね。相当言われてるんだろうな、ヘッドコーチから。お前のサイズだとリバウンド取られちゃうからバンプしに行けよって、ペイントの外出てでもバンプしろよって言われてんだろうな。今の富永7点目か。うわ、これもそうやね。何、今日は富永のリバウンドハイライト集。うわ、てかみんな高いわ。3番も高いし、30、富永も意識高いし、すごいねこれ。こういうのが大事なんですけど、聞いてますかね、レイカーズ。レブロン・ジェームズ聞いてる？こういうのが大事なんよ。去年までベバリーとシュルーダーがやってたディフェンス、レブロン全くやらんからな。あー、カッティングね。気持ちいい。素晴らしい。しかも逆サイドでいろいろこうスクランブルしてるからね、ヘルプも準備できてないし、これ多分こういうセットなんだろうな。逆サイドでスクランブルを起こして振り向いてカッティングでレイアップ、まあ、よくサンズとかもやるんだけど、ウィークサイド使う振りしてヌルキッチが KD の方向いて、 KD がワンステップでカッティングしてレイアップみたいな、それと同じ感じなんかな。うま、そのヘジテーション3できるん。うま、ディアンジェロ・ラッセルっぽいなこれ。これ D ローめっちゃやらん？ディアンジェロに見えてきたぞ。めちゃくちゃディアンジェロじゃんこれ。気持ち高ぶった時のディアンジェロ・ラッセル、トランジションでボール運んで2秒しか経ってないのに3打ち出すじゃん。あれ、アイスインマイベインだわ。富永の血にもアイスが流れてるかもしれん。またステップバック決まるんです、決まるんです。気持ちいいねこれね。ファールが多いな。まさかの？それはさすが、あ、さすがにね、びっくりした。うわ、なんか味方にもディアンジェロみたいなやついる。ディアンジェロ・ラッセルがよくやるプレー、その2。ピックアンドロールでミドルシュートを打つポンプフェイクからのジャンプシュート。これ D ローめちゃくちゃやるよ。待って、ネブラスカ、ディアンジェロ・ラッセル大好きチームな。あ、ロビン・ロペスね。確かに。あ、ディビン・ブッカーもや、まあやるね。確かに、ディビン・ブッカーの方が近いかもしれない。ロビン・ロペス、でも横に広いからな、体が。この53番、横への広さはなさそうだから。ロロみたいなワイルド感はちょっとないよな。ロビン・ロペスあんなに軽快にスリー打てねえもんだって。うわー、強いリバウンド。3番なんかディックに見えてきたな。イケメン。富永また出てきたのか。まあいいや。なんかヘルプ結構出ちゃうんだな。
これもなんかここまで出るとね、良くないんだよな。やっぱさっきのタグの高さ高めだったよねっていう話もそうだけど、カバーダウンが間に合わないとここまで出ちゃいけないよね。で、特にピックアンドロールとかだとカバーダウンまでがセットでやりやすいんだけど、1対1のシチュエーションとかちょっとタイミング的に難しいんだよな、カバーダウンするの。富永もね、こう相手がポジションチェンジしようとしてる状態だし、このタイミングでカバーダウンしろっていうのがなかなか酷だから、ちょっとヘルプの意識強すぎ問題あるかもな、ネブラスカ。ほら、うわ、ほら見て、間違いじゃないわ多分俺の。ネブラスカの弱点、ヘルプの意識の高さ、意識が高すぎることだなこれ。ほら、これも制限区域の外まで出て、自分のマーク捨ててでもレイアップ止めようとしちゃってるもんね。これはね、あんま好きじゃないな。リムプロテクターがいないのかな。リムプロテクターがいたら制限区域の外まで出なくても止めれるから、あんま出ないんだけど。いや、もうこれはいいディフェンスですね。この富永が外まで出てヘルプするのと同時に53番もカバーダウンしてって、そう、これがセットになればここまで出ていいから、この2点はいい2点、いいやられ方。さっきの2点よりも全然いいやられ方。なんか3番からジョーダンプール味感じるぞ、気のせい。シュートのセレクションが、さっきもなんか一回思ったのがあったんだよな。どうだっけ、これか。なんかジョーダンプール感ない、若干。気のせいか。うわ、なんかエリゴーみたいなやついる、この10番。太る前のエリゴーみたいな感じです。10番セレクション悪いな。相手のこの選手ノンシューターなのかな。よくなんかコーナーにバンダビとかドレイモンド・グリーンがいるときにディフェンスがやる動きとして、 X アウトする選手が X アウト行くふりして自分のマークに戻るっていうディフェンスがあるんだけど、富永今それやってるよね。本当は X アウト仕切って富永がコーナー行って3番がウィング行ってみたいなね、3がウィング、富永がコーナーっていうのが普通なんだけど、その動きに反して行くふりして自分のマーク戻ろうとしてるもんね。これはよくコーナーにいる選手の3の確率があまり高くないときに、まあ、行かなすぎるとビビらず確率上がっちゃうから、一応行くんだけど威嚇だけしてちょっとビビらせて、まあ、そうすればノンシューターの3なんて大したことないでしょっていう、それもあって3外れたんかな。もし作戦通りだとしたら富永のこのプレーは普通だったら行くべきなんだけど、仮にコーナーの人がノンシューターである場合は富永のディフェンスが正しいっていうことになるかな。あれ、こいつキスパートだっけ。俺こいつ1番キスパートって言ったっけ。
2-3 ゾーンやるんだね。決められちゃったけど。はい、気持ちいい。あ、これ気持ちいいね。これはザ・シューターの動きですわ。もうハンドオフした時に、まあ、いろんな守り方あるけど、で基本的にはやっぱスティックしてチェイスが大体基本だけどね、シューターに対しては。ただ時たまこうスイッチして対応することがあって、でこのスイッチされる時にこれね、上手くないシューターはこの流れに身を任せてそのままドライブしちゃうよね。ドライブというかドリブルついちゃうよ、こっちのスクリーンの背面サイドにボールついちゃって、でスイッチで止められてしまうみたいなのが結構あるんだけど、富永はこうちゃんと相手の動きを見てリアクション取れてるもんね。多分スイッチっていうコミュニケーションがあったんだろうね。それ聞いた瞬間に、あ、じゃあその場で打とうっつって、で特にこの場所で3打つのが一番脅威で、レブロン・ジェームズとかもよくやるんだけど、あのスクリーンのディフェンスの対応って、富永側にいるディフェンダーはこのスクリーンを境にした時に俺らから見て右側を担当してるんよね。でこの3番の選手は逆にこのスクリーナーを軸にして考えた時にこのスクリーナーの左側を守る担当になってるんだけど、っていうことはスイッチの一番の弱点って右でもなく左でもなく、いわゆるこのスクリーンのライン上で、わかるかな、このどの辺だとぴったりなんだろうな、そう、この辺かな、いわゆる右じゃないからこの人は富永を、ね、富永にチェックできないし、で3番も3番でこのスクリーンラインよりも左側に富永が来てくれないから、一応頑張ってチェックいってるんだけど、そのちょうどど真ん中は一番守りづらいんだよね。どっちのテリトリーでもないから、富永はそれをちゃんと理解してるよね。左に行ったら止められるし、左に行くのビビって右に、ね、いた状態のままだと逆にね、自分の自分のマークマンにやられるしっていうので、右でも左でもなくちょうどど真ん中、いわゆるこのスクリーンラインに沿って止まってシュートを決めるっていうね。あんだけヘルプの意識高かったのにここはヘルプ全然しないのか。これもしかしてタイムアウトでヘッドコーチにそういう指示があったんかもね。お前らちょっとヘルプ簡単にしすぎっつって、もっと駆け引きして言うて。これセカンドハーフだから多分ハーフタイム中にそういう指示があったっていうのも考えられるよね。これもだって誰も逆にあんだけヘルプ行ってたのに誰もヘルプ行かなくなってるもんね。全然シュート入らなくなってきたぞ。あ、これはいいんじゃない？42番のショートロールに対して高めのタグをして、そうするとタグダイブされるから10番についてた選手がカバーダウンして入れさせないようにして、もうこれいいじゃんって思ったけど、まあ最終的にはサイズのミスマッチでやられちゃったね。本当はもっと出たかったんじゃないかな。もうフリースローラインぐらいまでバー出ちゃってもよかったかもね。多分42番いわゆるアル・ジェファーソンみたいな感じの選手なんだろうな、きっと。ポストプレー上手くてサイズもあって、高めのタグではあるから
まあ、こんぐらいで守れるだろうってきっと思ったんだろうな。うわ、また飛んでるよ。なんかジャクソン・ヘイズみたいだな。ジャクソン・ヘイズに見えてきたぞ、この53番。だからこう簡単に飛んじゃいけないんだって。何回言えばいいの？ダメだってそれ。ゴベアから飛ぶタイミング学んでほしいな。おら、うわー、あれ？さっき3番だったけど、0番もちょっとジョーダンプールっぽいな。この選手、このチームプール何人だよ。ディアンジェロ・ラッセル2人いるし、ジョーダン・プール2人いるし。あ、本当に強いんかね、ネブラスカ。あ、ちょうどいい。このぐらいのヘルプがちょうどいいでしょ。51番がリムプロテクターなのかな。ほら、この人は制限区域の外まで出てないでしょ。これね、ブルロペっぽいわ、このブロック。そう、このぐらいでいいんだよ。51番か、リムプロテクターは。強っ、こいつ。なんだこいつ。この42番超強いぞ。うま、柔らか。あ、ちょっとフリースロー苦手っぽいな。あれ、富永がもう出てないんだけど、気のせいですか。うわ、ケビン・ハーターっぽいこいつ。うわ、3番ケビン・ハンターか。あ、富永出てきた。めちゃくちゃドライブから決めるじゃん。終わっちゃったよ。終わりは突然。もう最後怒涛のドライブラッシュだったね。